おい、びっくりしたよ。いや、電話ってさ、お前が交通事故にあって記憶喪失になったって聞いたからさ。元気そうだな。ごめん、君は誰？お、マジかよ。ごめん、何にも覚えてないんだ。俺のことも覚えてないのか？ごめん。ちょ、待ってくれよ。バンドメンバーだぞ。僕と君はバンドやってたの？マジかよ。ほら、俺がボーカル、お前がギターだよ。待ってくれよ。ほら、俺たちのステージってのはさ、あのお客さんが真っ黒の一輪のバラを持って俺たちを迎えてる。そんでさ、メンバーたちはさ、あのでっかい棺桶、黒い棺桶を持ってステージに現れてる。その棺桶がバーンって開いてお前が現れる。俺たちはスネークオンザデビルのメンバーだろ。死ぬほどダセーな。覚えてねえけど、俺その死ぬほどダセーバンド一緒にやってたの。スネークオンザデビル。リーダーのお前がそんなこと言うな。リーダーかい。なあ、リーダーかい。おい、マジか、俺スネークオンザデビルのリーダー。俺にクロノスという名前をつけてくれたのもお前だった。ごめんね、クロノス君。ごめん、クロノス君。嬉しかったんだぜ、クロノス。ごめん、覚えてないとはいえ。おい、ドクロのステッキどこやったんだよ。な、何？ドクロのステッキ持ってねえと心臓が止まっちまうんだろ。だってそうだろ。言ってただろお前。そうだったんだわ、信じんなって。なくても大事、全然やっていけるわ。しっかりしろよメシア。俺かメシア。おい、クロノス君、メシアって俺のことか。おい、思い出した。あ、そうだ、あのお前が作った俺たちの代表曲、それ聴けば絶対お前思い出すよ。歌で。あ、俺歌うから。うん、ドクロのダンスガラス。どう思い出す？いや、思い出せないし、単純に嫌だ。思い出す、お前が使った。単純に聞きたくない。あんま好きじゃない歌だったから。ごめん。ごめんね。どうしちまったんだよ。ごめん。俺たち結成して20年、まだまだ売れてねえけど頑張ろうぜ。もうやめたくないよ。何信じてついてきてんだよ。やめちまえよ、こんだけ完成された世界観で売れてないなら。でも大丈夫、さっき先生に聞いたんだけどさ、まあ、記憶喪失は軽度だから2、3日したら記憶戻るってさ。戻りたくない。